はい、ではいよいよ、当日が迫ってきましたアートアート東京、どんなプログラムがあるのか今日はこちらの方に教えていただきたいと思います。ライバル松坂百貨店の美術の前屋しております山口と申します。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで第1弾が第4弾まであるということで一つずつ発表していただきたいと思います。はい、はい、まず第1弾なんですけども、はい、7月22日から27日まで、はい、長坂真帆さんの超越スキルはブラックスターという展覧会を開催します。はい、どんな作家さんなんでしょうか。はい、ですね、長坂真帆さんはですね、先進国から集められた電子ゴミが、はい、ガーナの方にですね60万トン投棄されていると言われているんですけど、はい、それを燃やして、はい、そこのガーナに住む若い子たちっていうのは、うん、1日わずか数ドルの報酬で生活しています。低賃金で。そうなんです、はい、で長坂真帆さんはそんな彼らの生活を見た上でですね、うん、まあ、もうとにかくその生活を変えてあげるのかと、はい、思いまして、はい、なのでその電子ゴミを使ってアートを作るという方法ですね。で、そしてその売り上げは還元するということですか。そうなんです。あのガスマスク、まあ、燃やした時の有毒ガスが出ますので、うん、ガスマスクもそうですし、まあ、学校、まあ、あの恵まれたそういった教育など受けられてませんので、うん、学校を作ったり、まあ、そういったことで還元しています。今帰りのキーワードの SDGs、 SDGs なんです、うん、はい、なので、まあ、本当に作品を買うことによって、うん、まあ、そのことを知ることによって、うん、まあ、そういった持続可能な社会というのを作っていくことに貢献ができるというような展覧会になります。まあ、でもなんかこの社会的な問題でもありますけど、まあ、単純に作品としてもすごい面白いですもんね。そうですね、うん、はい、点数としては何点ぐらい出るんでしょう。200点以上、はい、今も作ってます。でも新作が見られるということですので、はい、ぜひお楽しみください、はい。さあ、そして第2弾、はい、第2弾なんですけども、うん、7月28日から8月3日までなんですけども、はい、大丸大現代アート展というところでですね、はい、サブタイトル「ポップアートからストリートアートの奇跡」というタイトルで、はい、開催します。ポップアートというと、じゃあウォーホルとかも出ちゃうんですか。そうなんです。キースヘリングであったりとか、はい、そういったアメリカンポップアートを中心にまず、はい、始まってます、はい、そうですね、まあ、最終的に、まあ、カウズ、それから、まあ、バンクシーといった今をときめく現代アーティストまで、はい、これ何点ぐらい。300点を超えます。はい、これがタダで見れちゃうんです。タダです。これでも日本人のアーティストとかも出たりするんですか。そうですね、はい、あのこちらの方にも日本人のアーティスト出ます、うん、はい、まあ、あの草間彌生さんをはじめ、はい、まあ、村上隆さんの、うん、はい、作家さんの作品を集めます。あとですね、ネオ浮世絵と呼ばれるような、はい、まあ、現代の、アーティストが、うん、まあ、そういった形で浮世絵のとのコラボという形で、はいはいはい、そういった、まあ、あの作品というのを展開します。なんかあと他にも織蔵の作家さんが出たりとか。そうですね、はい、小野川直樹さんという、うん、はい、織鶴作家さん、それから川島優さん、うん、まあ、もう本当に現代日本画のホープと呼ばれる川島優さんの特集も会場内で組みます、はい。さあ、そしてじゃあ第3弾、はい、第3弾なんですけども、うん、まあ、大現代アート展というのは変わらないんですけども、うん、注目の若手作家からですね、うん、まあ、現代の世界的アストリートアーティストの特集という、うん、ということは、もう今度こちらも今流行ってる人、そうですね、大集合みたいなことです、はい、今それこそ、まあ、オークションシーンを賑わす作家さんたちの作品がたくさん見られます、うん、例えば具体的に言える作家でどういう人か。そうですね、あのバンクシー、それからカウズ・インベーダーというところはもちろんなんですけども、うん、今、まあ、もう本当に人気の姫さんであったりとか、うんうん、まあ、ジュリアン・オピーであったり、うん、ドルブといったところ、まあ、あとジェイミー・リードであったりとか、うんうん、まあ、そういったところも作品としてはたくさんあります。全部で何点ぐらい出るんですか。オークション300点こちらも超えるんです。これはさっきの300点はまた別なんです。別です、はい、そうですね。じゃあもう両方行かないとダメですね、はい、これは、はい。そして第4弾、はい、第4弾はここまでの現代アートの流れからはガラッと変わるんですけども、はいはいはい、大丸ファインアート展というものを開催します。こちらはですね、まあ、横山大観はじめ、はい、近代日本芸術の礎を築いた方たちの作品が並びます。ファインアートって横文字だったので、はい、やっぱ現代アートなんだと思いきやもうそういう本当そうなんです、東京国立博物館で見れるような作品が見れちゃうということです。そうなんです、はい、特におすすめとかありますか。そうですね、あの大観先生もそうなんですけど、うんうん、私個人的には河合玉堂先生のような田園風景であったり、はい、まあ、山村の風景というのが好きなので、はい、ああいったものがおすすめです、はい。まあ、今ねちょっと殺伐とした世の中に落ち着ける作品が、はい、落ち着ける作品が、はい、ということは、なんかこう、なんとなく現代アートだけなのかと思いきや、本当にそういうオールドマスターもあり、はい、いろんな世代の人が楽しめる感じですね。そうですね、はい、全部で何日間行われるの。56日間開催します。うん、会場はまあ11棟の催事場もそうなんですけども、館内のエレベーターの前のスペースだったり、はい、そういったところにもたくさんのアート作品が並びますので、ぜひ百貨店全体で楽しんでいただきたい。百貨店にこうショッピングした流れで見てもいいわけですね。そうですね。それときっかけにちょっとアートに興味持ってもらってもいいですね。ぜひ、はい、ぜひぜひ、あの全部無料で見れるそうですので、はい、お楽しみいただけたらなというふうに思います。